日目もね、俺最初から、あ、いいじゃないですかって多分言ってて、はい、引いて、わっと思ったんで、もう何にも不満がないですよ。100点です。100点。提案のおかげで、よりいいギターになりました。これ俺のギターやなと思って。すごい、それって思ってた。こんにちは、ケーズギターワークスの吉松です。今日はゲストに、ダン。こんにちは西尾です。はい、西尾さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっと出させてもらえるようなレベルになりましたよいやもうこちらこそずっとお世話になってます。伊集院さんがやっぱ NG 出してたんでそうなんですか、伊集院さん。ずっともう あいつじゃダメなみたいな我がチャンネルが汚れるみたいなこと言ってたんで。いやそんな、ついにチャンネルもう最近始めたばっかですから汚れるも何もないですで、まあ、西尾さんは、はい、まあ、2016年ぐらいからケーズとは関わりを、まあ、こっちが持たせていただいてて、はい、いやで、まあ、今回、ね、こちらの動画では、はいはい、まあ、TL トラットというギターのお話になるんですけども、話題のあれですよね。話題の、まあ、話題にしていただいてて、いやありがたいですけども、話題になってますね。西尾さんも、はい、北郎でちょうどメンテナンスで預からせていただくっていうタイミングで、まあ、その代わりになるギターをお貸しするというタイミングだったりとか、まあ、ピックアップを乗せ替えたいなんていうタイミングもあって、はい、うちに来ていただいた時にいろいろ弾いていただきましたよね。あの時弾きました。結構4本5本ぐらい弾いたんですかね。でその時、まあ、弾いていただいたのが、はい、KGW ってボルトホンのケース1シェイプのモデルの通販と、まあ、トラットのプロと、はいはい、トラット TL のプロと、あとはケース1の KGW ってうちのオリジナルピックアップのミニハムが乗ってるやつ、はい、ありましたありました。いろいろ弾いてもらった中で、うん、めちゃめちゃなんかピンと来ていただいたというか、その動画俺のチャンネルも上がってるんですけど、はい、ぜひ見ていただきたいですね。ピーンってなりましたよね二重が一重が二重になったみたいなそう、目がでっかくなるんじゃなくて、ね、線が一本増えるっていうこれの方が良くないですか？めちゃめちゃいい音してます、ね、これめっちゃいい音してますね。これをあそこに入れたらこの音鳴るんですか？まあそうですね、それこそそのギターもマホなんで、ああ系統としては多分近い状態に落ち着くと思いますよ。これ一番良かったですよ ね, ねだってもうピンときた顔してましたもんね。そう、なんかちょうどいいとこは出る、これは。いや、めちゃめちゃあれ俺も携帯でちょっと撮らせてもらってましたけど、反応ちゃう、そう、ね、パッてちょっとこうね、首が動くぐらいの、はい、これだみたいな感覚になっていただいて、俺ほんまになんかこう動画とかでいいスワばっかり言ってて巷ではもう信用のない男ってなってるけど俺意外に素直なんですよねいやもう、はいはいはい、音は好みじゃないですか。だから別にケチョンケチョンに言うスタイルではないんですけど、うん、なんか俺がテンション高い時は多分こいつ気に入ってるんやろなそういう意味で弾かさせてもらったやつ。まあ他のギターも別にもう何回もこう計算のギターを弾かさせてもらってるんで、うん、なんか分かってるんですけど、はい、ちょっとあれはお俺のやつやっていう感じこれ俺のギターやなと思いました。すごい、そうやって思っていただけたらめちゃめちゃ嬉しいですね、はい、ぐらい反応できましたね、うん、あのギターは。なんかもともとそれこそあの鬼太郎ってうちの KGW オリジナルっていうのがまあ乗ってて、はい、ちょうどタイミング的にハムってどうなんだろうみたいな気になった時期だったんですよね。そうです。で、まあちょうどハム2個乗ってるしみたいな感じで、うんうん、まあ、ちょっとギターあるんで俺持ちます。あ、この白いやつですね、はい、白いの持たせてもらいます、まあ、これですね、プロトタイプの。いいですよ、はい、トラットですけど、はあ、これをねライブとか、はい、あと動画の方でもいろいろ使っていただいてて、そうですね、うん、いただきます。君の好きな色はないから、僕の価値はこれがいい。ジャンルはないんだ、好きなのちなみに恐怖しあげる心配はいらない。すんかすんてもわからないことは Yeah.
このツーハム仕様で弾いた時にも、うん、あこのハムだっていう、あそう、ま、ほんまにそう思いましたよ。別になんかその動画用のね、はい、もうなんか忖度したい意見じゃなく本当になんかこう単純にあこれめっちゃいいやんと思って、うん、ありがとうございます。でこれをなんかもうぜひ私の北野の方にお迎えしていただけないでしょうかみたいなそうですね流れになりました、はい、なんでまあ最終的にあの北野の方も、うん、あの HSH ではありますけど、はい、トリアがハム、この同じハムですね、ケースクラシックハムバッカーに、うんまあ、なって、はい、でもやっぱり案外そのこれと北郎ではまたちょっとニュアンスも違って面白いですね。違うんすよ、うん、だからねもうこう悩んでるんですよ今俺ジャンルによってなんかこう反応が変わってくるんで、うん、だから何するかでこいつみたいとか、はい、北郎とかもしくはこれとかっていうのが、うん、多分結構こうはっきり分かるというか、うん、敏感な人だと分かるんじゃないですか、これは何か何々で弾きたいなとか、はい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 、そういう感じはしましたね。そう今うちはこの2本しかまだプロットで作ってないんですけど、はいはいはい、西尾さん的には、はいまあ、白をまずイベントとかからずっと使っていただいてて、はい、なんか今日こうやって2普通から弾いてみて、うん、どんな印象でした、うん、なんかね、うん、これはちょっと弾かさせてもらってるじゃないですか、うんはい、であこれ俺好きなんすよと思ってたんですけど、こっち弾いてこれもありやなっていう、なるほど、これもいただけないのかなこれももうもろとも行こうとしてるじゃないですか、もうケイズギターっていう会社はもういただこうとしてるからねまあ、ちょうどあのこの動画が出てる頃にはこのトラットの TL、はい、TL トラットのオーダーはもう受け付け始めてるはずなんで、マジっすか、この動画見て、あそうなんだ西尾さんあって言ってた、信じよう買おうって信じてくださいやっぱ見た目がいいっすねもうそん俺ギターに関して思うのは、ええ、見た目がければもう何でもいいんですまあ見た目が良くて音がいいっていうのが、まあ昔はほぼ見た目だったんですけど、なるほど、これはでもほんまにそのさっきも動画で撮った時のような、見た目もね俺最初からあいいじゃないですかって多分言ってて、聞いてわっと思ったんで、もう何にも不満がないですよ、100点です、100点、これはもう忖度した意見です言わせてる感みたいな言わせてしまいました、もう見事な忖度感いやでも冗談抜きにほんまにほんまにいいと思って俺だって弾いてますから、うん、そうですね、ありがとうございます。いやもうライブのバッチリまたガンガン使いたいなと思ってますんで、はい、まあぜひぜひまたあの北郎も今日お持ち帰りいただきますけど、はい、あそうですね、またこちらもね、あのどちらからでもいいんですよ、使います、はい、ガンガンやっちゃう、ぜひぜひよろしくお願いします。あとは、うん、今そう、あこれ斜めになってるんですね。そうなんですよ、実はそう今ちょうど、この今プロトで作った2本がちょくちょくいろんな仕様が変わっていってまして、いいですね、改造というかバージョンアップされてる、そうなんですよ、やっぱり使ってみて、はい、それこそ西尾さんにこうやって、まあ、2ヶ月ぐらいか使ってみていただいた中で、はいはいはい、やっぱりコントロールのこのレバースイッチ、確かにね、そう、はい、西尾さんのね、あのボリュームにどうしても当たっちゃって切り替えづらいなんていう話、俺なんかで多分言ったんですよね、そう、あの動画の方で動画で言ったら、はい俺なんかあの見てくれた人がこういうのありますよとかで伊集院さんが反応していただいて、はいはい、俺もすごい軽い気持ちで言ったら相手を傷つけてしまってたんやなそう、あの動画をあの伊集院と、まあ、自分の方で見てですね、はい、ちょっとだけこう背筋がこうピクッとなるでも確かにこれっていうのはこうなんかこうカットした部分もあり、うん、そうですね、裏がこんな感じですからね、なんかこうこのシェイプの伝統的な部分をバージョンアップさせた感じも俺もあるなと思って、だからこうなんか使いやすかったんで、うん、このスイッチングするここが斜めになるっていうのは、はい、めちゃくちゃいいんじゃないのかなって、西尾さんの提案のおかげでよりいいギターになりました、はい、どうします、すごいあのオーダーで、はい、あれは元に戻してもらえないですかほぼ 95% ぐらい、うん、もしそれを言われたとしても西尾さんには言わないでください出荷するときはもう黙ってそうでもどれくらいの割合でなんかこう思うんでしょうね、どうなんでしょうね、うん、それこそあのツーハムでシンクロなんで、はい、その西尾さんみたいにやっぱモダンなギターって思ってくださる方も多いと思うんですよ、でなんかこの、はい、本当にテレのシングル載せたいって
うん、これを完全にテレにこう持っていきたい人だったら、ね、まあ、クラシカルにするかもしれないですね、うん、でも個人的にはやっぱこのフロントトリア西尾さんの演奏スタイルみたいに結構行き来する使い方で、はい、あ、はい、あのモダンにガリッと鳴らしてほしいんで、まあ、このプレートすげえいいと思います。こうバッバッていける角度がやっぱこう、うん、そうですね、横だとちょっとこうなんかね窮屈な感じ、窮屈な感じになっちゃって、はい、うん、だからこれだったらより一層行きやすいんで、はい、まあ、それちょっとね、すいません、採用していただいて、はい、いやいや、とんでもないです、ありがとうございました、ご提案いただいて、まあ、それ以外にもね、これ弦補佐ついてたりとか、はい、いろいろ変わりましたけども、あ、そっか、そうなんですよ、はいはいはい、まあ、そういうのもやっぱりプレイヤー目線での、あの、うん、レスポンスをいただいてっていうところでブラッシュアップしてますので、うん、それこそあの市場にその量産品とかオーダーモデルで出る頃には、はい、めちゃめちゃいいギターにもっとブラッシュアップされて皆さんにお届けできると思いますので、ありがとうございました、いろいろと引き続きよろしくお願いします。俺なんかね、はい1個言いたいのがあって、はいはいはい、普通のシェイプから持ち替えた時に違和感ゼロだったんですよ。おお、ね、違和感があったのが多分そこだったと思うんですよ。だからそこを言ったんですけど、そのまま移行してもいけるんで。なるほど。めちゃめちゃそのなんかね、うん、あのこの形やからってどうとかっていうのはほんまないギターだと思うんで、ぜひね、万人受けなところで、万人受けなところ使われるメーカーになってきたんだなっていうどんだけあの人気なかったみたいな言い方ですか。いや元からそのね、もういいギターを作ってますけど、より一層いいとこに来たなっていう。これまで以上にですか。これまで以上にもうなんで上から目線やねん俺はみたいな。いやいや、いい、ほんまに、はい、ほんまにいいギターだと思ってますありがとうございます。ということで、あの、はい、ぜひね、引き続きこのギターの情報とかは、あのうちの SNS だったりで見ていただければと思いますので、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、はい、待ってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました